はい、おはようございます。原田農園です。今日はですね、ナスの出荷は、ありません。明日ですね、市場が休みなので今日はナスの出荷はないです。今日はですね、できればニンニクと、玉ねぎ、あとらっきょうの畝を立てていきたいと思います。はい、あとですね、きゅうりですね、きゅうりを、路地に植えてるんですけど、まあ、こちらもうまくいくかどうかわからないんですが、昨日ですね、余った防除液で、殺菌剤とあとメリットですね、こちらの方を、散布していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今からですね、ちょっと久しぶりになるんですけど、こちらネギの補助の、ネジの土上げをしていきたいと思います。当分やらなかった理由としてはですね、ちょっとネギの太さが、足りなくてですね、ちょっと細かったんで、一応土上げをしなければ太い方向、太くなる方向に大きくなってですね、土上げをしたらですね、今度は、上に高く伸びていくっていう習性がありますんで、当分の間ですね、太くするのにちょっと土上げを、休んでましたけど、そろそろですね、太さもまあまあになってきたんで、今からですね、土寄せをしてですね、ちょっと白いところ、長さを長くなるように、土を上げていきたいと思います。それではやっていきます。昼休憩が終わったんで、ちょっと半分もいってないんですけど、これで今日の昼の作業は終わりにします。はい、今仕事から帰ってきました。今からですね、らっきょうの畝を立てていきたいと思います。それでは頑張ってきます。